皆さんこんばんは、ヨガステのさほです。今日も一日お疲れ様でした。今日は私と一緒にゆっくりと夜ヨガやっていきましょう。それではよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。今日は夜ですので仰向けで行っていきたいと思います。はい、では腰背中を下ろせたら、まずは両手両足を天井にしてブラブラっとしていきましょう。一日使った手足をブラブラさせてあげて、血液をですね、体の中心に戻していきます。足がちょっとむくんでるなっていう方もいらっしゃると思うので、しっかりと振ってみます。はい、そしたら今度かかとでトントンとお尻やもも裏あたりを刺激していきます。では、キリのいいところで動きを止めたら、両膝そーっと立たせていきましょう。右足をゆっくりと持ち上げて、足裏を天井方向に、両手でもも裏、膝裏、ふくらはぎ、持ちやすいところを持っていきます。吐く息の時に少し右足を体の方にじわじわーっと近づかせてみます。きつい方、ちょっと膝緩めていただいても大丈夫ですよ。膝裏ともも裏にじわっと伸びを感じてれば OK です。細く長い呼吸でいってみましょう。呼吸と動きが合わせられそうであれば、吐く息の時に少し近づけるようにしてみます。はい、では今度は続きますね。今度お尻伸ばしてみましょう。もう少し右膝をしっかりと曲げて、左手の2本指で右足の親指をつかみます。右手肩の高さにふわっと置けたら、吐く息で両方の足を左に向かってパターンと倒していきます。お顔は右でも上でも左でもやりやすいところ、余裕ある方は親指持ってる右膝をもう少し伸ばすようにしてみましょう。この辺りですね、じわじわっと伸びていくのを感じます。不安がなければ優しくまぶたを閉じてみましょう。細く長い呼吸で、あとゆっくり2呼吸入れていきます。鼻から吸って、では持ってた親指をほどいて、体を真ん中に戻し、今度は右足の外くるぶしを左の膝の上にちょこっと置いて、右足で4の字を作っていきます。そっと左足を持ち上げたら、両手で左足のもも裏をキャッチしていきましょう。余裕がある方はすねをキャッチしていただいても大丈夫です。これで吸って吐く息の時、少し左の足を体の方に近づけてあげましょう。じわじわっと右のお尻ともも裏、もう一つ伸ばしていきます。細く長い呼吸で、この一日の疲れが溶け出していくようなイメージです。あと一呼吸入れましょう。鼻からゆっくり吸って、吐いて、はい、ではそっと手をほどき、足を下ろせたら足チェンジです。左の足を持ち上げて、両手で持ちやすいところをキャッチしていきましょう。吐く息の時に左の足を体の方にじわじわと近づかせていきます。膝裏、もも裏、伸びを感じて、きつかったらちょっと膝を緩めていきましょう。ご自身のペースで大丈夫です。力でぎゅうぎゅうやってしまうと筋肉は固まっちゃうんですね。細く長い呼吸を利用していきます。
では動きを緩めて、左膝もうちょっとしっかり曲げましょう。右手2本指、左の足、親指をキャッチ。左手肩の高さぐらいで、両方の足を右に向かってパターンと倒していきます。余裕があれば、左の膝、そーっと伸ばしましょう。お顔は右でも天井でも、余裕があれば左側につけても大丈夫です。左のお尻や、または人によっては腰のあたりまで伸びを感じていきます。そこで2呼吸入れてみましょう。鼻からゆっくり吸って、はい。もう一つ吸って、はい。はい、持ってた親指をほどいて、そーっと体を真ん中、今度は左の足で4の字を作っていきます。足が作れたら右足を持ち上げ、両手で右足のもも裏、余裕ある方はすねです、キャッチしてみてみます。そこからゆっくりと右の足を体の方に近づかせてみましょう。で、余裕があればですね、左の膝がこう自分に寄ってこないようにちょっと開かせながらじわじわと伸ばしてあげます。不安がなければまぶたを閉じていただいても大丈夫ですよ。あと一呼吸、ゆっくり吸って、ゆっくりと、はい、はい、そっと両手をほどいたら最初と同じように手足を天井にしましょう。うちはブラブラブラ、動きを止めたら両膝両手で抱えて、ちょっと体を左右にゆらゆらさせます。真ん中動きを止めたら膝を少し胸の方に引き寄せて、いける方お顔を持ち上げて、お顔と膝をふーっと近づかせましょう。体を小さく、最後一呼吸吸って、はい、そっと頭を下ろし、両手ふわっとほどいて足も下ろせたら、ゆっくりと足を伸ばしていきましょう。このままお休みに入っていきます。はい、皆さんお疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。この後はゆっくりと休んでくださいね。もしよければチャンネル登録やグッドボタン、コメントも